また資料をたくさん切った。途中からは楽しくなっていた。全身を伝う資料どもの体液が例えようもなく心地よい。私はお姉ちゃんが言うような普通の女の子にはもう戻れそうもない。いみちの闘争本能、ミザリーの言葉が心を乱す。いみちが戦いを望むのか、戦いにいみちが反応するのか。このまま血を浴び続けたら私もミザリーや卑弥呼のような化け物になるのだろうか。そうなったらお姉ちゃんは私を切ってくれるだろうか。ダメだ、またネガティブなことを考えてるとお姉ちゃんに叱られちゃう。今はお姉ちゃんに合流することだけを考えろ。勝負する気か？まあ見た目じゃ違いがないからね、わかんないわよね。でもあんな大量生産の粗悪品と一緒にされるのは正直不愉快ね。ふざけ、所詮レイコはレイコだろ。相変わらず威勢のいいこと。さてそれじゃあお仕事始めますかね。今日はサキちゃんの採血に来ました。ちょっとチクってしちゃうかも。採血？まとめて来い。
ー。